私のことが見えてるよね。おはよう。特需以上に大きな影響を与えたのはアメリカによる単独講和の動きが進んだことです。連合国の中でもソ連などの極東地域を除いて単独で対日講和を進めることでアメリカは極東アジアでの拠点を得て、早坂なんかあった？別に平気。辛かったら一緒にサボるけど。え？僕も最近来てるからさ、受験なんて投げ出したいけど。どこまで行くの？なるよ。どうする？遊びに行く？でも私のせいでどこまで行くの？受験落ちたら嫌だから。じゃあ仕方ないね。二人で頑張ろう。早坂のせいでサボれなくなっちゃったな。ゆかり、受験って私にだっていろいろあるんだからね。明日から家庭教師の先生に来てもらうことにしたから。え？学校と塾と家庭教師、試験まであと少し。頑張れるわよね。受験まで一瞬も休めないの？あと何ヶ月かじゃない。一日も？私友達に頼まれてることがあるんだけど。何を？ファッションショーのモデル。え？やってもいい？何の話？いつ？ショーは次の模擬試験の前。その前にもいろいろ呼ばれるかもしれないけど、そんなのはちょっと顔出すだけで。だから家庭教師の先生はもういいや。ファッションショーが終わったら自分で勉強もできるし、なんならもう塾もやめてもいいかも。私なんか一生懸命勉強したって成果出ないし、お金だってもったい。そんな浮ついたこと考えてるから。どうしてそうやってすぐぶつの？とにかく明日学校終わったらすぐに帰ってらっしゃい。家庭教師の先生は7時に見えるから。帰らない。もういいよ。じゃあ